ちょっと上がっていてね、ちょっと見えたりね。そうそう、それで、そう、すごい音がどんどん聞こえてたんだけど、一回さ、ミリアとマヒロが外に出て、そうなんだよ、はい、みんながね、そう、寝てる間に二人でお散歩に行って、でも音しか聞こえなくて、そうだよね、建物で見えなかったね、あの建物さえなければって、そうそう話をしてたね。見えなかったの、結局。そうなのね。え、少しも端っことか、え、なんか見えなかったよね。見えてる人もいたって言ってたけど、私たちは見えなかった。残念だから。残念、残念。まあでもいつかね、みんなで遊びたいかとか来たよね。来たい。でもさ、去年は見たけど、全員で見たじゃん。去年は全員見たんだけど、今年はまだ見れてないじゃん。まだ見れてない。まあでも、ね、線香花火とかやったんですけどね。ちっちゃいもんね。この夏にやり残したことみたいなのないですか。逆に、まあ、今言ったようになんか花火見れなかったので、そう、花火ね、そう、花火は一回真昼となんかどこか花火やってないのかって探して、で、なんだっけ、どこだっけ、そう、どっかでやってるって言って、じゃこれ今日やってるって言ったので、時間も間に合うし行こうって言って行ったら、まさかのデジタル花火だったんだ。映像だったら、あれ綺麗みたいな。そんな全然ショックだね。急いで行っちゃったから、もっと詳しく見てから行けばよかったなっていう。これもまたショックだね。でも映像綺麗だった。映像は綺麗、映像はね、うん、いや、よかったね。え、で、他になんかやり残すこととか、これからするつもりとか。でもね、バーベキューしてる。あとは、私個人的にスイカ大好きなので、スイカ割り、スイカ番長、スイカ割りやったことないの。やったことある？あるある。え、あるの？あるよ。そんなにする機会なくないですか？え、スイカ割りしたことある人いますか？え、なんでそんな機会ある？いるよ、やったことあるよ。あるよ。でも意外と硬いっていうね。硬いから割れないね。右右とか言って言われて、そうそう、動く動く、楽しそう。すごい、それやりたいね。やろうよね。やりたいね。なんかまたね、そういうの企画でやりたい。それで撮って、あの動画を配信して泳ぎたいと。3分フェアリーズとか。3分で、3分でスイカ割り。3分フェアリーズっていう、私たちのなんか3分でいろんなことに挑戦する、ゲームとかにね、挑戦するやつがあるんですけど、それでやったらいいかなと思って。すごい楽しそうじゃん。間に合わなくてもね、自分でやるクラッカー鳴らしてごまかしたりとか。そういうことよくあるけど、まあでもそんな感じで、もうちょっとだね、夏は。ちょっとだけど、もうちょっと、もうちょっと。それでも今日のね、私たちのフェアリーズのイベントをぜひ夏の思い出にしてもらえればいいなと思っています。